なんな。おはようナイスデー、ナイスデー。はい、おはようございますと言いますか、もうお昼手前ぐらいなんですけども、こんにちは、ゆかわ TV の雨宮相馬でございます。はい、はい、無言タイム終了。今日はですね、地元のですね、もう店の方に来ております。で、今日は本当ね、2018年最初の萌えそろで行ってきますの撮影に来ております。今日はですね、2018年最初がっていうよりもですね、多分ゆこわ TV としては初めての動画になるのかなと思うんですが、なぜ今まで売ってこなかったのか、バジリスク絆ですね。はい、こちらの方を実践していきたいなと思います。まあどうですかね、バジそんな得意じゃないんですよね。そんな得意じゃないのになんで今日選んだのかなっていう気もしないでもないです。ただ、2018年始まってのまだあの萌えそろで行ってきます撮影してなかったので、なんか企画忘れされてるんじゃないかななんて、思ったりもしましてですね、今日は、これをチョイスしてですね、とりあえずやるだけやってみたいなと思います。まあね、あとは頑張ってみますよ。はい、なんかあのプレミアムケーキがね、去年もね、なんやかんやで結局何をやったところに対して、引いたことありますけどね。ただあと、バジに関してはね、バジ2以外はね、今までちょっと美味しい思いを本当していないので、今日はね、気合い入れて朝から頑張ってみたいな、朝じゃないですけどね、頑張ってみたいなと思います。というわけで、さあどういう結果になるのか、乞うご期待、よろしくお願いいたします。
大逃げするじゃない。ですね、なんかもう慣れっこになっちゃってますけども、
昨日もですね、実践の方をさせていただきまして、モエスロで行ってきますですね。で、バジリスク絆の方を打ちまして、投資の方が 3K、まあ、5スローなんで、600枚ですかね。で、なぜ600枚でやめたのか、動画もですね多分すごい短いんですよ。でなぜかと言いますと、正直ね挙動がねすんごい悪かったんです。で正直これお蔵入りしてもいいなって、本当にね、今年2回目の撮影にして2回目のお蔵入りがね、見えてたんですけども、別にいいかないいかなっておかしいですけど、というわけで、投資がね600枚の、回収はゼロで、バジリスクタイムには入る、バジリスクタイムじゃないや、バジリスクチャンス BC ですね、 BC には入るんですけどね、 BT には入らないっていうね。で正直ねちょっと挙動があんまり良くなかったんですよ。良くなかった、芳しくなかったと言いますかね。でそれでね台やめて、撮影はもうだから、要はもう他になんか撮影をしようっていうね気にはならなかったんです。移動する台も正直そんな空いてなかったっていうのと、で正直言うとその後にですね、窓マギ2と何でしたっけ、マジハロ5ですかねをちょっとね実践してるんですけども、その2つでなんとか今年最小の、3000枚弱を出してるんですけどもね、当初の予定にはそれはなかったので、動画撮影は、行っておりません。正直ね最初からこの2台のどっちかをね打ってれば、どっちもね燃えスロ要素があるので、絵にはなったんですけどね、残念なことにね。はい、といったわけで、ボイスローで行ってきますの動画はこれで以上、今回は完結ですかね、今回の話はね。はい、というわけで、何話か分かってないっていう話ですけど、はい、確か10話だったかなと思いますけどね。はい、というわけで、また次回も、頑張ります。よろしくお願いいたします。以上、ゆこわ TV の雨宮相馬でした。